手際よく行こっか。授業を始めよう。バッチリでしょ。やるときゃやるんです。お聞き逃しのないように。ふむふむ、技術の進歩だよ。教科書忘れた。ふむふむ、居眠りをしていた生徒は分かっている。じゃあ行くぞ。口答えはなしで。バッチリでしょ。ふん、正解を言うぞ。ズルじゃないよ。これがケイ君の本気。僕は忘れない。検索結果を表示。リクもいいな。居眠りをしていた生徒は分かっている。やっと終わった。今回の授業は誰も何もやらかさなきゃいいが。口答えはなしで。はい。朝からいい感じ。ジェイドが言ってた。予習が生きたな。まだ眠い。今度教えてあげよっか。褒めて褒めて。マナーのなっていないことだ。無事終了と。次も今回の授業は誰も何もやらかさなきゃいいが。死後は許せない。知ってる。お邪魔しますよ。まず手を挙げて。いい子にしてます。先生こんにちは。見て見て。カリル、おとなしくしていろ。今日はここまで。面白いじゃん。今日はここまで。各自しっかり復習するよ。情報をたくさんインプットしたよ。じゃあ行くぞ。口答えはなしで。原始的な魔法だね。原始的な魔法だね。内部データ紹介中。料理にも歴史がある。ズルじゃないよ。評価は上旬。落書きしよう。マナーのなっていないことだ。真面目に勉強して俺偉い。
かかってこい。けー、すぐに積んでやるよ。はいはい。そうだね。ほらよ、仕込みは上々。覚悟はできたく。もらった。やってやろうじゃん。わかった。見ていられないね。リドル旅長、俺が片付けちゃっていいすか。僕を差し置くとは度胸が終わりだ。油断が禁物。言い訳はなしね。俺の勝ち。ワンターンでサクッと終わる。いい度胸が終わりだね。許可しよう。構わない。あ、バフっときます。こうしよう。見せてデクシ。やりますね。何か忘れてないかな。準備はいいか、アズール。もちろんですよ、リドルさん。たーいない。ビーム見逃します。わかりました。ふーん、お安くしていきます。何やってんの。どうぞ。オッケー。ここからがお楽しみ。オッケー。いい。元気してる。ここからがお楽しみ。静か。ほら、僕は誰よりも正しい。
かかってこい。いい度胸が終わりだね。任せて。まあ、バックときません。サポーター展開。やっ。やっ。俺だって。おお。コマンド実行。嬉しいぞ。もっとだ。あっち行ってくれ。なるほど、よろしい。リドルさん、では作戦の通りに。アズール、今回は君を信用しよう。ご満足いただけました？覚悟はできたか？ほら。ええ、うん、お安くしておきます。悪くない。静か。あっち行ってくれ。はいはい、そうだね。まあ、バフっときます。見てられないね。渋っていな。面白い。まいったか。レベル上げが足りてないっすわ。しゃあ行くぞ。死後は許さない。
トレインよ、睨むな。放課後お茶しない？なるほどな。歴史は儚い。おお。なぞなぞより簡単だ。メモ取るの忘れた。今日はここまで。各自しっかり復習するよ。うん、有意義な時間だった。存分に学ぶがよい。死後は許さない。今はそういうのか。トレイン先生厳しい。もっとゆっくり。覚えきれるか。覚えるだけじゃんね。放課後は復讐だね。猫の声がうるさいな。まったく、マナーのなっていないことだ。うん、有意義な時間だった。じゃ、手際よく行こっか。口答えはなしで。こんな風に伝わっとるのか。愚かな王よ。国には規律が必要だね。腹の音が。何度も書き取りした。腹の音が。今日の弁当は何だ。今日はここまで。各自しっかり復習するよ。うん、良い授業であった。これぞ。じゃ、手際よく行こっか。口答えはなしで。愚かな王よ。抜き打ちです。おふざけ禁止的な。回答は大きく口を開けて。このぐらいできれば OK？ このぐらいできれば OK？ 回答は大きく口を開けて。今日はここまで。ジャミルに教えてもらった。居眠りをしていた生徒は分かっているな。やっと終わった。授業終わりの間近。いつでも始めていいぜ。死後は許さない。知っておる。朝からいい感じ。朝からいい感じ。なるほどな。そうか。うん、朝は苦手じゃ。居眠りをしていた生徒は分かっている。授業終わりのマジカメチェック。
丸飲みにしてやろう。かじりつくなんて。あれが獲物かい？うん。エペル君に狩りを教えよう。はい、ルーク先輩。ああ、高ぶってきた。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。今日も頑張るぞ。授業を始めよう。過去から学ぼう。睡魔に勝利した。今のは簡単だ。語呂合わせでいこう。勉強になるな。人間は浅はかだ。なるほどな。居眠りをしていた生徒は分かっている。やっと終わった。よろしく。口答えはなしで。今のは簡単だ。いつでも来い。簡単だ。語呂合わせで行こう。予習してきた。トレイン先生、少し怖い。過去から学ぼう。今日はここまで。各自しっかり復習するよ。終わったな。次の鍛錬に移ろう。今日も頑張るぞ。死後は許せない。放課後は馬術の特訓だ。王に従おう。侮るなよ、人間。王に従おう。農業は大切だね。覚えきれるか。農業は大切だね。今日はここまで。各自しっかり復習するよ。勉強って疲れるな。眠らないよう気をつける。死後は許せない。親父殿に叱られずに済む。お邪魔しますよ。はい、学園長。縄張りの見回りか。やりづらいな。見て、誰か来た。見出されてたまるか。ではごきげんよう。今のは簡単だ。今日はここまで。各自しっかり復習するよ。終わった。よろしく。死後は許せない。座りっぱなしは良くない。親父殿に叱られずに済む。俺もでけえことがしたい。
勉学も鍛錬だ。歴史はリリア先輩が得意だ。簡単だ。居眠りをしていた生徒は分かっているな。知識は僕の血となり肉となる。次も。
かわいいやつじゃの。小さくて丸っこくて、まるで赤子を抱いているような気分じゃ。